はようございます。セブライフの友です。今日はね、ようやくこのナンバープレート登録が完了したのかな。なので今からバイク屋さんに向かってね、ナンバープレートをもらいに行ってきます。もらったらもうね、街中をねうろちょろしたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということでバイクをね以前買ったヤマハに来ました。ついでにバイクのメンテナンスもしてもらってます。まあ登録はしなかったですが、ちょっとは使ったのでメンテナンスですね。はい、でヤマハが終わって SNR というフィリピンのコストコみたいなところに来ました。またねこの動画はいつか出します。はい、ということで、ヤマハのお店にナンバープレートナンバーかとおもらいに行ったんですが、なんとね、自分で書くスタイルでした。このね裏、これがもともとつけてたんですよね。この登録待ちみたいなやつをつけてて、この裏側でナンプレートナンバー、ナンバープレート手書きで書いてくださいということで手書きにします。ペンも買いました。はい、本当はね、道端にたくさんこのプレートナンバー屋さんがあって、ちゃんとしたやつを作ってくれるんですが、まあ、自分でこうやってね結構もう、なぞるだけで簡単なので自分でやっちゃいたいと思います。はい、いきなり間違えましたができました。フィリピンのナンバープレートこんな感じです。特にまあこうやって写しても問題ないと思うので写しちゃいます。綺麗にできたと思います。これをね後で消してまたねあのバイクの後ろに取り付けようと思います。はい、取り付け完了しました。これでね、いろんなところ行けるので、また奥さんと一緒にビーチでもプールでもどっかね山奥でも行ってみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。ダニエル、バイバーイ。